い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？パンパカパーン。今日はまたウィザードシリーズのご紹介でございます。ウィザードシリーズ内野手用から CK4 ローリングスさん定番の型番のウィザード版でございます。薬指軸可動構造のウィザードシリーズ、ウルトラベルトクロージャースタイルということなんでございますが、今日も簡単に機能の説明から始めていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは始めますね。こちら CK4 元々のスタイルです。大きさは違いますが、岡本さん、ジャイアンツの岡本三塁手が使っておられるグラブの型番でございます。その CK4 のウィザードシリーズ、順番にいきますよ。ウルトラベルトクロージャースタイル、ジョイントバックストラクチャー、内野手の場合は窓の大きさを加減するために薬指外側までのジョイントとなってございます。パウパッド、取り替え可能な多層構造の分厚めのしっかりホールドリストストラップでございます。ミドルガセット、薬指軸ということでここにガセットが入ってございます。はい、ということで今日はおさらいになりますので、簡単なウィザードシリーズの機能ファンクションのご紹介でございましたけれども、こちら CK4 のウィザード、ちょっと詳細見ていきましょうか。公式用内野手用 GH1PWCK4MG カラーはモカでございます。サイズは使いやすい 11.5 インチ11ハーフでございます。上代税込み 61,600 円。前回の N52 もサイズは違えど同じ価格のウィザードシリーズとなってございます。 N51 より4分の1だけ大きいという CK4 でございますけれども、ポケットの奥でしっかり取ってウルトラベルトクロージャースタイルで球出しが早いというふうなことでございますね。ウェブはモディファイドシングルポスト、切り込み入りでございます。ここで曲がりやすいということですね。モカのボディにレースはキャメル、3本掛け親指ロングサムループになってございます。シェルバック、綺麗な切りはみホワイト、さっき言ったようにガセットは中指と薬指の間、窓、開閉に影響する、柔軟性に影響する窓ですが、さっき言ったような理由で狭めに設定されております。それは N51 も同様ということになりますね。こちらが従来の CK4 でございます。小指側、やはりここもジョイントバックストラクチャーの加減でですね、一本の縛るタイプのピンキーループとなってございます。はい、ぐるり見てまいりましたが、今度はスタンダードなグラブと比較してどんなシェイプなんだろうか、どんな間口なんだろうか、ポケットなんだろうかというところのお話をしたいと思います。まずシェイプですが、ポケット奥でしっかりボールをつかめるというね、薬指可動でつかめるというスタイルですが、球出しも意識してますので、若干指は立ち気味かなというふうに推測されます。ヒールはスクエアなタイプで非常に間口が広い。まあ、球出しを意識したということになりますね。まあ、特殊なスタイルですので、薬指稼働でこう掴めるんですけどね。球は出やすい。ここ広いという、広いポケットの設定になってございます。親指の付き方もね、そんな感じのことが見受けられると思いますね。ヒール、シェイプ、特徴的かと思います。開閉に影響する窓の部分はこんな感じでございます。そして手口部はこういった感じ。うちのメンバーさん分かる人は、あ、そうなんだ、みたいなところだと思いますよ。
はい、ということで今日はウィザードシリーズ内野手を 11.5 インチ CK4 のご紹介でございました。こちらは N5211 と1/4インチでございます。それでは皆さん、さようなら。